ちは。この度ミスタージャパン2021に出場しています、渡辺大輔23歳です。熊本県出身で現在は会社員として佐賀県で働いています。私は自分自身を変えるためにミスタージャパンへの出場を決意しました。私は今まで常に失敗を恐れ、新しいことには何も挑戦しないという幼少期を過ごしてきました。進路選択の時も第一志望はあったのですが、落ちる恐怖心に負けて断念してしまいました。今振り返ると、あの時挑戦していればよかったなと後悔しています。こんな経験もあり、今後は一度興味を持ったことは失敗してもいいからまずは挑戦しようと決意しました。そして挑戦すると決めたことは、あえて周囲に公言することで逃げられない環境を作るとともに、自分のモチベーションを高めてきました。口に出すことで自分の行動もどんどん変わっていって、今こうしてミスタージャパンに挑戦して YouTube 投稿するまでに至っています。私は部活動に邁進した学生時代でした。小中学生時代は野球、高校時代はソフトボールをしていました。どれも強豪校で県大会、九州大会も経験し、高校時代は2年連続インターハイに出場して全国ベスト16という成績も収めることができました。そんな部活一色の生活を送ってきた分、社会人になってからは運動する機会が一気に減ったので、日々の充実感というものが欠けた気がして、何か物足りないなと感じながら生活していました。また没頭できる何かを見つけたいなと思っていた時に筋トレに出会いました。もともとガリガリで、学生時代は筋トレは大嫌いでサボってばかりだったのですが、真剣に取り組み始めたら、みるみるうちに見た目が変わっていき、周囲からも一目置かれるようになりました。見た目もそうなのですが、筋トレを通じて内面もすごくポジティブになったような気がします。今年はボディメイクのコンテストにも挑戦しようと思っています。私のこの挑戦する姿を一人でも多くの人に見てもらい、誰かの活力となるようなミスタージャパンを目指します。また今回の YouTube 審査において、協力や応援メッセージをくれた友人がたくさんいます。改めて周囲の人に感謝を伝えるとともに、ミスタージャパンを取り恩返しができたらいいなと思っております。応援よろしくお願いします。